はい、どうも、かっぱ園長です。さてと、じゃあこの動画ではね、この沖縄、ね、このデニーさんと、なんだろう、中国。まあもう有名なんで、今更ね、ここで改めて言うまでもないっちゃそうなんですけども、何がなんでもやっぱりこの人、こういう人はやっぱりね、まあ沖縄に限らず、日本全国、ね、どこのこのね、都道府県知事、なんだったら市町村もそうかな。やっぱりこういう人は、やっぱり何かしらのこの日本のこのね、自治体の長とかさ、なんか責任あるこのポストにつけちゃダメですよね。うん。で、じゃあこのデニーさんの場合どうかっていうと、これはもう有名すぎてあれなんですけども、まあとにかくもう完全にこの中国の手先というか、スポークスマン止まりではないですよね。何が何でも沖縄を、だってこの間も日本とアメリカから取り返して、ね、中国に、ね、差し出すんだってはっきり言ってましたからね。うん、で、例えば、別にこれつい最近、ね、今に始まったことでもないじゃないですか。昔からそうですよね。例えば今回のお話はこの県知事時代に、2019年に県知事として中国を訪れた、訪中した時の話なんですけどもね。もうここでもね、やっぱりはっきり言ってるんですよ。沖縄を、ね、もう日本じゃなくてこの中国の、ね、仲間に入れてくれと、中国の一部にしてくれと。中国がほらかつて、ね、この AIIB と一緒にこの一帯一路っつって言ってる時あったじゃないですか。うん、でその一帯一路にこの沖縄を活用してもらいたいと、まあ、沖縄県知事としてこれ2019年ですかね。訪中した時に、当時のこの中国のこの副首相にね、提案するんですよ。で、まあその副首相の賛同を得たっていうね、っていう会見をしてるんですよね。うん。だからもう完全にこれ日本の敵なんですよね。うん。まあ今まだあれかな、このデニーさんがリードしてるっていうことになってますけどもね、知事選挙。いやもう絶対に知事にしてはダメですけどもね、うん、改めてですけども。で、まあその時何言ってたかっていうと、まあこの河野洋平元、外務大臣が、まあ、会長を務める日本国際貿易促進協会の訪中団の一員として、まあなんかこの訪中した際の話なんですよね。で、面談した胡副首相だっけに対して中国政府の提唱している広域経済圏構想、一帯一路に関する日本の出入り口として沖縄を活用してほしいと日本のって一応言ってるけどね、で提案したことを明らかにしていたと。で、副首相は沖縄を活用することに賛同すると。まあ、沖縄差し出すんで、ね、好きに活用してもらいたいです。日本とアメリカとはもう、ね、関係断ちたいです。で、中国は、ああ、よっしゃよっしゃ、みたいな。いつでもおいでよ、みたいな。そういうことでしょ、要はやりたいのはね。うん。で、巨額融資によって債務を抱えるリスクも指摘される同構想だが、今度このデニーさんがね、沖縄がどのように関わっていけるか詳細に検討している段階ではない。情報収集し、沖縄がどのように関わっていけるかを模索し、広く中国、台湾、アジア全域への架け橋につながっていけることを期待していると。説明していたと。何考えてるんですかね、本当ね。で、米軍この普天間飛行場の名護市辺野古移設工事に関して、まあ、これ当時の話だからな。うん。まあ、その後もうんぬんうんぬん言うんですけども、まあ、この県知事がね、県知事としてね、そもそもだって県知事がこの訪中するなんか意味がよくわかんないですよね、まず。うん。まあ、この人みたいな、そう思いません？うん。だってこの政府間の、ね、うん、日本政府とこの中国政府で、この AIIB だ、一帯一路だ、ね、参加不参加うんぬんっていうのは分かるんですけども、ね、県知事ごときがとは言うつもりはないですけども、うん、でも要はそういうことですよね。うん、何のためにね、こんなやつそもそも生かしたのかもよく分かんないし。うんいやー、これはもう本当ね、このデニーさんが考えてるのは、この中国のどの辺かな、うん、南部、ね、福建省、沖縄県、ね、を狙ってるとしか思えないよね、やっぱりね。で、本当にね、昔も言ってたし、今も言っているんだよね。うん。これはもう本当だったら日本政府はもういい加減にしろよと、何考えてんだよってボコボコにしてやるところだけど、政府がもうね、壺政府だからな、もう、まあ、米軍の話がどうしても基地の話が出てくるから、アメリカにね、アメリカ軍にボコボコにされるしかないか、日本政府と一緒に丸ごとまとめて、いやー、知れば知るほどね、お腹いっぱいっていうか、もう狂ってますよね。しかもなんかね、この当時の記事をこう見返してね、河野洋平元外相が会長を務めている日本国際貿易促進協会訪中団だって。なんだこの売国軍団は。まあ経産省やね、外務省を通さずにね、ようこんな貸す気かってやりますよね。それで予選つけさせてさ、ね、このがめて私腹肥やしてやがるから、もう立ち悪いよな。こんなんいつまで許さなきゃいけないんだ？知事の権限でよくこんなことできますかね？ね、だからまあやっぱりなんかもうちょっと上の方のこの売国連中とつながっててさ、ね、そのどさくさで、ね、あ、マジですか？売国団行くんですか？僕も売国したいんですよみたいな、そういうつながりがあるんだろうね。まあそもそも外務省、ね、日本政府外務省、ね、この辺がもうね、もう売国の巣窟、だからちょっと話せばね、いや僕もだってね、沖縄丸ごと売国したいんですから、ね、中国とアメリカから切り離して、あ、違う、日本とアメリカから切り離して、ね、中国にこのね、もう丸ごとこのなんか差し出したいぐらいなんですけど、僕も行っていいですかねみたいな、そんなノリだろどうせこいつ、しかもなんかもう正体一切隠さないもんね。堂々とした、ね、なかなか堂々とした売国っぷりでしょ、この人。なんでこんなのが当選できんのか。てか、選挙にさ、ね、参加できてるのがおかしくねっていうレベルだよ、こんなの。多額の税金ね、予算組んでもらって、つけてもらってるのに、ね、堂々と反日やる、この神経疑うよな。てか、そんなのを許してっから、やっぱりこう、つけ上がる。もう、とある半島のあの国のやつらと変わんないよね。もっとなんかこう厳しく日本がね、こういうふざけたやからがこの出てくるのをこの、ね、ちゃんとコントロールするように、コントロールできねえんだったらできるようにこの、ね、憲法なり法律なり変えてこの用意しときゃいいのに、やりたい放題やられて、でこんな発言してるのにさ、ね、政府はなんかこのそういうなんかふざけたこの知事捕まえて何やってんのよって叱り飛ばすことすらできねえのはなんでなんだろうな。おかしいと思うけどね、地方自治とかね、そういう枠超えてんじゃん、明らかに。隙あらばね、売り飛ばそうとしてるんですけど、なんかこのとがめることもできないのはなんでなん？なんかこの沖縄ね、別に沖縄を丸ごとね、沖縄だけを攻めるつもりは全然ないんですけども、この沖縄県知事ってね、この前任のこの翁長さんもそうでしたけども、なんかこういうなんか頼ったこの売国連中じゃないとね、知事になれない、なんかそういう風土なの。だったらそれはそれで余計ね、なんかもうもっと緊急、ね、急を要する、危ない地域っていうことで、もっともっとちゃんとね、この政府、直轄っていうとちょっと言い方悪いですけども。ちゃんとしないとダメだと思うんですけどもね、こんな、なんか売国同人どもに好きにやらせていいわけがないと思うんで、ね、なんてもう沖縄人民が日米に重大な勝利を収めたっつって、前回のね、デニーさん勝利を、もう中国がね、この歓迎、した、この歓迎のメッセージをね、送った時のこのタイトルなんですけども、もうなんか中国の自粛みたいな理解なんですよね、中国は中国で。これはもうこんなのね、二度とこんな知事、ね、この出現させたらダメだと思うんですけども、なんかな、雲行き怪しいっていうか、ね、政府も外務省もむしろそういうのを歓迎してる、そういう状況だから、もうどうにもなんねえよな、本当に。ということで、今回は以上でさようでございました。ではまた、ごきげんよう。